間アクロスの市街征服達成のために原作者みたいなエクセルは頑張っちゃいます。あー、それにしても市街征服、その高慢にして偉大なる思想、お素敵すぎます。イルパラッツォ様、アクロスの幹部としてイルパラッツォ様をお慕いする一人の男として、あー、抱いてくだしゃれイルパラッツォ様。あー、気持ち悪いっつうのよねそれは。ふういこの世界は腐っているかどうかは知らない。私はエクセルサーガで本来の目的である市街征服を遂行していいことをここに許可しよう。うわー、よせすぎるスイルパレット様ってあったなりすか。それは愛じゃない、本部からの命によりアクロスは愚かなる人民どもに新たなる秩序を与えるべく全兵力をもって行動することになった。って決して前回登場したキーに言われたわけではないことを留意してほしい。これより市街征服最終作戦を敢行する。入る。エクセル君、君は本作戦に参加しなくてよい、というより参加資格を剥奪する。なんですか。イルパラッツァ様が言う。今回の作戦は君に一任する。方法は不問。必ず我がアクロスの本懐を成し遂げてほしい。エクセル君、本作戦において君を必要としない、いや削除せねばならない理由がわかるかね。それは、こんなものが出回っている。それは私は市街征服に邁進する秘密結社アクロスの総統イルパラッツォ様にお仕えするエークテール。ああ、全部答えてしまった正直な私。第三キャンプ聞こえますか。手をつけるぜ、オーバー。ちょっとハンドがキューしてしまいましたです。私ったら、いまいち面白くないねエクセル。あ、もだえる美少女って感じですか。つまりそのアメリカってやつはスラムで負債がじゃらんでバットがババンでマフィアが倉庫で取引で、アメリカンドリームは夢また夢って感じでしょうか。そうでした。この時エクセルサーガ最終回に向けての長い長い助走が始まっていたことを当のエクセルは知る由もなかったのである。で、
その頃宇宙では、地球人のテクノロジーがここまで進歩していたとはな。しかしまさか先行部隊が全滅し、地上地下部隊までもが壊滅すると。だからなんだ、そんな生ちょろい根性で市街征服など言語道断。エクセルパワーくらえ、エクセルゲームくらえ。へー、空中にこんな巨大施設などあるなんて。おねくどけちゃったぜ。気安く殺すなよ、ったく早すぎさんを。あの字だろう、あが、おも、うぎサクサクやめよ。ポ、ポケールサクッとしようぜ。ルアー、かわいい。でも興味ないのよね、そういうの。真っ二つかよ。だが、この私は倒せんよ、地球の諸君。この私はな。くにゅう。男にはできないと分かっていてもやらなければならないことがある。すでに大庭君たちが姫を迎えに行ってる。一刻も早く連れてくるのだ、オーバー。そして、あ、友よ。クニュー、バカな男。なあ、何事だ。大ごとっす。し、し、侵略だと。おう、行くべ、サカキバラ。そいつはびっくりだ。イルパレント様、捨てないでください。イルパレント様、お願いです。エクセルはお慕い申しております。なになになに、エクセルはイルパレント様のこと。ねえ、トリップしてる場合じゃねえっつーな。ハッちゃん、ねえねえ、少しは生き返って。でもこんな状態ならハッちゃんも征服作戦できないかも。怖くねえぜ。はあ、ちょっとすっきりしたした。まったー、いつの間にかハッちゃんの姿がなくて、ドアも開けっぱなしになっていて。ハッちゃん、お、なんじゃそのインチキクセ。セーフというよりもまずはハッちゃんを返せ。返さないとイルブラッド様の世界征服がと考えるよりも先に取ってみました。でもやっぱしトランキバーセ。いや、泳げエクセル。バタフライ、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 で一緒に連れて行かれて。エクセル、ここだけなの。オクタの子供たちが行く。諸君、現在明らかにこの星のものでないと推測される人工彗星が地球に向かって飛行している。これが何を意味するか分かるかね。なんすか。死骸の危機だ、ピンチだ、やべえ、アルマゲッドドンだ。ニュースでは世界の危機だと。対極的に見れば世界の危機だが、消極的に見れば死骸の危機だ。他の地域がどのような被害を被ろうが私の感知するところではない。しかし F 県 SC に危害が及ぶのであれば話は別だ。私はこの美しい街を守るという絶対的な使命がある。ここまでの経緯を説明したり原因を究明することより、我々はこの事態に一刻も早く対応しなければならないと思う。それにしても長いセリフだ。6人で守れってか。やはり6人、いや4人と2台で十分なのだよ。そしてこの私と使用時君がいれば。こんにちは、使用時五条です。アニメベイベーたちは気軽に五条ちゃんと呼んでください。または王子。J
邪魔だよ。このままでは青く美しい僕らの地球は。でも今の私にはどうすることも。なんでと？つまりこの地球はすっごいやつに狙われていて、あんたたちは反乱軍みたいな感じで、なんでだかわかんないけどハッちゃんが必要で、私は巻き込まれただけのただのアクロス構成員なんですか？不忠。ああわからない。しかしイルパラッド様の死骸制服を無視して勝手に地球征服しようとは。無理すんなっての。そんで敵はどこ？中。あーなんかどっかですっげー見たことあるような彗星、不応大帝万歳みたいな。でまああれが地球征服を企んでいるってんなら倒す方法は一つしかないわけで。宇宙戦艦なんとかの大却下。あーどうもどうも。っておかげでびっくらこいちまったでね、リスカ。もうすぐあの人間の星、僕らの地球が私のものとなる。いや、それだけではない。この星を足がかりに全世界を征服するのだ。外、前方にワープアウトしてくる物体があります。なんだと？あれは2つの宇宙船らしき物体が突如出現しました。まさか我々を助けようとしているのでは。外、やつらです。口に出して言えませんが、やつらです。慌てるな、見苦しい。この私に立てつこうとは愚かじゃないか。あまりに愚かだ。決めたら何も言わずにやり抜くの。それがどんなに困難な道であったとしても。そうだな、友よ。女はいつも男の夢の犠牲になる。エネルギー充填 120%。 対射区、対先行防御、ターゲットスコープオープン。ハニオ砲発射1分前。海中性発射。同じく。ありがとう。どこの誰かは知らないが、誰もがみんな知ってる人よ。って、まさか。そんなもので私を止めることなどできないのだよ、不忠の諸君って。私も不忠だが。おっしゃー、予定通り。次は白兵戦隊。次は白兵戦みたいですね。ウィス。しかし3ヶ月分給料カットだって言われたから、仕方なくスーツ着たけどよ。こんなんで世界の危機を防げるのか？いざとなったら逃げればいいのよ。そうだな、そういうもんだよな。わーい、お姉様大の逃避行だ。てめえ、この女は俺のもんだって言ってんだろ。静かにしてて。ウィース。総員戦闘準備、総員戦闘準備。コスモ中部隊発進準備。目標敵惑星要塞。燃え燃え燃え。で、いくら非常にだからって女の子をロボットに乗せていいんですかい？でも、こうやって戦いに慣れていくので、私はあの人に勝ちたい。なんでも何が何やら。あなたのリリューは頑張って。勝手なこと言いまんな。コスモ中部隊発進。
たい奴らだ。叩き潰せ。はないものだな。若さゆえの過ちというものを。なぜあの人を巻き込んだんですかって誰だよ。大丈夫。何ケホケホケホ。ほいじゃあ初平線に行きます。ハッチャもここで死んでてちょうだい。シルバー中隊が敵要塞の侵入に成功しました。パープル中隊もです。頼むぞ友達よ。外シナリオ通り敵に動力室を占拠されました。何をしておるのだ我が軍は。ゴダチ君が死んじゃう。ごついてというわけで奇跡も手伝って動力室に到着したエクセル。そこにいて一匹のプチュー君。ちょうどいいです。あんたはサイボーグだということで体に内蔵された爆弾をセットして自爆してちょうだい。慌てず急いでしっかりと頼むよ。あんたがキーパーさんだ。こら詫びの一つもないんかい。エクセル、俺はお前のことを妹のように思っていた。生きろ、生きるんだエクセル。これで終わりだ。動力室が破壊されました。もう持ちません。何バカな、そんなバカなことが。ごときにこの私を倒すことなどできない。不可能なのだ。よって私が宇宙を滑んのだ。違うでし。違うでし、違うでし、違うでし。宇宙は愛で、愛は宇宙でし。愛が戦いの役に立つ。貴様たちには戦う力すら残ってないではないか。はあ、そんな感じ。来たれば命をかけて特攻です。男には命をかけなければならない時がある。それが今だ。そうだな友よ。で、あんたさっきからアップばっかだなっす。あの人が行くというのなら私も。あったもんだよ主人公差し置いて。これが二人の結婚式だ。はい、さあ行きましょう。よくわかりませんが私の体が役に立ちます。さらばだ。敵艦がこちらに向かってきます。なんかめっちゃヤバいですって。騒動手法で撃ち落としてしまえ。そんなのはダメです。また出た。どうもいいっすか。そんなものはこの宇宙戦艦大百科にはこれっぽっちも載ってねえんですよ。はい、なるほど。しかも階層行っちゃうし。なぜ君がここに。大根でもいないし。チェンテルしてねえでとっとと掴むで。
こんなんで死ぬわけにはいかないっす。イルパラッツォ様、今帰りますよ。司令官、一部の残骸が降下してきます。どこだ。日本の FKFC。 オッケー、ほっとこ。バカ野郎、あんなのどうしろってんだよ。私の力でも絵的に無理かと。逃げよう。あやまがさっさ。バカなことを言うな。カモ博士、君たちはこの町の税金で金で買われた地方公務員という名の兵士なのだ。その命を投げ出してでもこの町を守るのだ。一応大谷よしこの脇の下だぜ。迅速に避難を。逃げずにいられるか。逃げぬ、引かぬ。市外安全保障局としてこの町を守るのは私の義務なのだ。うわぁ、させるか。落ちろ落ちろ落ちろ。この町は私が守る。そろそろハイアット君が作戦成功の報告をしてくれる頃だと思うのだが。うん。できたぞ。必殺技の名前が。思いを遂げるために今伝説の剣法の封印が解かれる。次回ヘッポコ実験アニメーションホッピーのエクセルサーガ世紀末征服者伝説。私はもう死んでいる。